アイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもとお産の瞬間を放送するコーナーです。この番組は宜野湾市喜友名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私田辺由紀がお送りしていきます。スタジオから今日はいい天気が見えてますね。今日休日ということもあってヒルズ通りの車の量も少ないですし、あとは街路樹がずっと植わっているんですけれども、そこをこうゆっくり散策される方が見えていますね。のんびりした朝となっております、ね、空も、水平線がくっきり見えてますね。朝からですね、綺麗な朝焼けを今日は見ることができまして、早起きするといいもんですね。皆さんは今日はどんな風にお過ごしになるんでしょうか。まあ、お仕事の方もいらっしゃると思います。で、今日は連休という方もいらっしゃると思います。いろいろね、皆さんそれぞれゆったり過ごされたらいいんじゃないかなと思います。この番組では皆さんからのメッセージも募集しております。ツイキャスとユーストリームも放送しております。 FM 宜野湾のホームページから見ることができます。早速ツイキャスありがとうございます。ルドルフさん、大阪もええお天気ですよ。ああそうですか、ちょっとね、先週まで荒れた天気が多かったですけれども、今日は全国的にいい天気なんですかね。はい、ありがとうございます。お気軽にお送りください。メールの方はアドレス797@fmginowan.com。 FM 那覇をお聞きの方は FM 那覇のホームページから送ることができます。ぜひ検索してみてください。赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送していきます。今日は2人のお産の瞬間を放送します。ではまず一人目は池原のぞみさん、女の子の出産シーンです。北条先生の出るよーから始まります。立ち会っているパパの応援もあり、頑張って出産。パパは赤ちゃんが小顔か気になるようです。そして赤ちゃんが元気な産声を聞かせてくれました。コメントはパパとママです。それではお聞きください。出るよ。久しぶりです。先生顔でかいですか。大丈夫、小顔。私は大丈夫です。大丈夫です。いろは、生まれてきてくれてありがとう。よく頑張ったね。これからもよろしくね、母ちゃんより。いろはちゃん、お誕生おめでとうございます。これからよろしくね。結婚するときは父ちゃんがちゃんと厳しくやるからよろしくね。じゃあね、父ちゃんより。一人目の出産シーン、池原のぞみさんの女の子の出産シーン聞いていただきました。面白いお父さんですね。こういうの初めてですね。生まれる本当にその瞬間の直前にね、先生小顔ですかって聞くっていう、このセンス。お父さん、よほど顔が大きい方なんですかね。その辺を気にされているというか、まあ、場を和ましていらっしゃるのかもしれないですけれどもね。ああ、面白いですね。また先生もね、北条先生も落ち着いたもので、
うん、大丈夫小顔って言ってすごいこのなんというか ゆとりっていうかこのね焦らないで冷静にこのね手術というか出産に臨んでいるこの皆さんの感じも伝わってきましたね。いいですね。はい、そしてコメントはパパも、ママもありましたけれどもお二人とも穏やかな感じで、メッセージがありました。パパの方またね面白いというか世のお父さんはそう思うんですかね。結婚する時のことをもう生まれた瞬間に言っておられましたけれども結婚する時は厳しく吟味するからみたいなね面白いですね。なんかいい親子になりそうですね。この何ちゃんと言ってましたかね、この生まれた女の子これからねこの両親に愛されていくでしょうね。はい、おめでとうございます。では続いて匿名希望さん男の子の出産シーンです。立ち会っているご家族の応援の中無事に出産しました。体が出る前に可愛い産声を聞かせてくれた赤ちゃん。生まれた後なかなか泣けなかった赤ちゃんですが元気に泣いてくれてママもパパも安心しているようです。コメントはパパと小さいお兄ちゃんとお姉ちゃんです。ではお聞きください。はい、頑張れ赤ちゃんに会えますよ。こっちから出てくるからね。こっち見ててね。こっち見ててね。ママこっち見ててね。ママも言えるかな。おめでとうは。ひーちゃん。上手。じゃあパパの赤ちゃんと、ね。おめでとうございます。お母さん頑張ったね。ね。お母さん頑張ったね。龍馬、お母さんも頑張ったね。お母さん頑張った。お母さんありがとうしたら。ありがとう。ママも言う。ありがとう。ありがとうございます。はい、匿名希望さん男の子の出産シーンを聞いていただきました。泣きそうはあ、生まれたって、歓声は上がってるんだけど赤ちゃんの産声が聞こえないということで、ね、録音聞いていてもやっぱりゴギャーって聞こえるとあ生まれたんだなってすごい分かりやすいんですけれども音だけ聞いてるのでねこれがないとあれいつ生まれたのかなあもう生まれたのかなってなりますよね。で写真撮影とかされてる音が入っていてであ泣かないねっていう心配そうなねお母さんの声が何度か聞こえていてしたらやっと泣いてくれたっていうね本当に心配そうなねお母さんの声が印象的でしたけれどもねやっぱり産声聞くとね生まれたっていうね安心元気に生まれたんだなっていうね皆さんがもう周りも安心しますよね。はあ、産声というのはすごいですね。はい、で、後のコメントをですね、お父さんとお兄ちゃん、お姉ちゃん、かわいい声だった。お母さん頑張ったねっていうお父さんの声も優しかったですし、このお兄ちゃん、お姉ちゃんのね、ありがとうっていうね、ああかわいい声だった。すごい優しい声だった。何歳ぐらいなのかな。まだ小さいんでしょうね。いやじゃあ3人目だったんでしょうかね。兄弟で仲良くできそうですね。はい、おめでとうございました。
では今日は2人の出産シーン聞いていただきました。ルドルフさんから、1人目に対してこんなに祝福されたことを赤ちゃんこれを聞けば分かりますね。そうですね、そうですよね。何かまあ順調にいくと思いますけども、何かあった時にねお父さんと喧嘩したりとかね、もうこれ聞いたらもう私が悪かったっていうかねそうかそうかってなるでしょう。この録音はもうぜひ撮っておいてほしいですね。はい、お父ちゃんも結婚のことを心配しておられますね。ね、これが親心なんですかね。お父さんもう娘が生まれてるお父さんはそういうふうにね思うんでしょうねちょっとね気持ちは私にはわからないですけどね、わかるっていう人多いんじゃないですかね。そして2人目、ルドルフさん。お兄さん、お兄ちゃんと妹と、お姉さんか、一緒に出産に立ち会う方増えていますね。そうですね。そうみたいですね。録音聞いているとね。このちっちゃい子供からしたら、お母さんが何をやってるのか、で、生まれるって何かとかね。全然意味がわからないと思いますけどね、立ち会うことで、あ、そうか、自分もこうやって生まれてきたんだなとかね、わかりますからね。いや、見た方がいいと思いますね。うん。はい。皆さんは立ち会いどうですか？出産されたことある方とかね、立ち会ったことあるっていう方とかもいらっしゃいますかね。その時の様子とか感想とかもね、思い出したらまた送ってほしいと思います。こちらまで。メールアドレス 797@fmginowan.com。また FM 那覇をお聞きの方は、FM 那覇のホームページから送ってください。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック。アイレディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは、皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージもお待ちしております。宛先は、797@fmginowan.com です。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしています。CM を挟みまして、院長の北条先生に質問してインタビュー内容を流していくコーナー、教えて北条先生のコーナーがあります。チャンネルはそのままで。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our musicOur entertainment has begun. Think about what is our life. Our death. Know ourselves. Hello, everyone. Our email address is 797@fmginowan.com. Please send us an email. Thank you.それでは続いて教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀志先生にお産について、時には社会的なテーマを取り上げてお話を伺い、沖縄で活躍する女優の上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回はリスナーの畑子さんからいただいた、妊婦検診は頻繁に行かないといけませんか？という質問にお答えいただきました。検診の大切さ、先生の思いもお話しいただきました。
それではお聞きください。はい、先生、こんにちは。こんにちは。今日も、うん、あのリスナーさんから、はい、質問のメッセージが届いています。はい、もういっぱい来ていますよ。うん、嬉しいね。嬉しいですね。うん、これはですね、うん、FM ギノワンの方に届いたメールです。はい。はじめまして、おはようございます。はたこです。うん、妊娠に関すること何でもお気軽にって言っていたのでいつも思っていた疑問をということで、うん、妊婦検診って頻繁に行かなければならないですよね。こんなに必要ですか、うん、はっきり言って産院に行ってすごく待たされ流れ作業みたいな感じで診察されてはい終わりってストレスです。なのでもう少し少なくてもいいのではって思っています。よかったら先生お答えください。はたこでした、ということで逆に僕はね、しっかりこんなに、はい、アメリカだと2回今日もアメリカからメールが届いて、うん、ここでこんなに見てもらったのにアメリカじゃ2回しかで赤ちゃん小さいってとっても不安だと、でもアメリカで産むしかないから頑張るって言ってるねメールがアメリカから来たんだけどもね、今移住しちゃった人がね、うん、検診これだけ受けて経過を見てくれるっていうのはねなかなか他の国ではなかなかないことだというのと、うん、もう一つはねやっぱり沖縄特に未熟児が多いでしょ、うん、だから検診はやっぱりしっかりと受けてほしいね、うん、あと子供は未熟児あるいは脳性麻痺になったら元に戻すのはとっても大変だからね、まあ、僕自身がね未熟児やっぱり生まれて早産児で生まれたからね、だからこそねやっぱりなんかね、うん、そういうのに対して思い入れが強いのかもしれないけどね、うん、流れ作業でやるっていうのは多分それはさすごく分娩がね多くてこう見る先生が毎回違ったりあるいはねお産の時は全然見たこともない先生が来たりとかそういう病院はねまあそれでもういいという人はそれでいいし、僕はだからここではお産から検診からお産まで全部自分一人で見るのはねそれが嫌だから勤務医を辞めて開業したのね、うん、やっぱり見てもらった先生が自分のこと一番よく性格含めてね、だから検診してお産の時もきちんと立ち会いをするってね、それがやっぱり産院というかクリニックがやるべきことでね、まあなんていうかな設備豪華な設備なんかいろいろ合併症を抱えてる人はね、うん、それはやっぱりそういう大きい病院で産んでもいいと思うけどもね、うん、人数多いからどんどん検診パッパパッパやるとね、まあやっぱり最近ちょっと沖縄の産婦人科の発表会で問題になったのが見落としね、見落とし、うん、そう血圧がね徐々に高くなってたのにまたはい次2週間後4週間後普通にね先生が言っちゃって、うん、とても大変命をねお母さんが死にかけたとかね、あるいはねおしっこの検査の結果もね見てたのにね来週じゃなくてはい普通に2週間後3週間後ってねこうなっちゃって、それもねだから今ちょっと沖縄でそうやって2人か3人ぐらい本当死にかけたお母さんたちの話がこう産婦人科のね学会でできてね、うん、まあ、先生たちももうちょっとしっかり見ましょうとね、うん、多ければいいわけじゃん、だから僕はここ分娩数制限してるのは自分のキャパがあるからね、うん、それでもやっぱり待たしてしまうのはねやっぱり待つのは本当大変だと思うけれどもね、でもやっぱり検診は行った方がいいしね、しっかりと対応ね、人の好みはあるからね、まあ、クリニック選ぶか病院選ぶかね助産選ぶかそれいろいろだと思うけどもね、せっかく日本にこういう検診に行くクーポン券があって沖縄は補助金がほとんど出るわけだからあんまりお金かからないからね、うん、しっかり検診行って赤ちゃんの状態を見るね、でそれで見てなんか流れ先で見てもらったなって思うんだったらそんな病院はやめたらいいんじゃないの、ただそれだけきちんとね悩みを聞いてその時どうとかね一息ついて聞いてくれるところね、うん、そういうところを探してね別に行けばいいと思うしね、店員なんか別に何週なんかねちょっと沖縄の人少しそこら辺があれなんだけど、うん、別に30週だろうか臨月だろうが病院変わるのは本人の勝手だから、ね、あそうなんですね、なんか行きたくもないのに行ってね産んだとかっていうそんなね一回一緒に何度あるかわからないお産なんだからさ、うん、ね自分がいいなと思うところでしっかり産んだ方がいいから別に転院したかったら転院したらいいと思いますよ、それはねその流れ作業が嫌だったらね、なんか先生もそうだったっておっしゃってましたけど、はい、やっぱこのシステムっていうか、うん、今の日本のあれの感じで、うん、歯がゆい思いをしてる先生とかこのクリニックの人たちもいるかもしれないですね、うん、そうね、まあ、そのね4週間ごとって役所が言ってるけれども、うん、4週間じゃ間に合わないこともあるわけよ、うん、ね。僕はだから3週間1週間早くしてる理由はねそこあそこ何回もそのおかげで早産になる、ね、人が年に1人いるかいないかなんだからね、うん、
何人あの、まあ、そういう意味で自分みたいにこう早産未熟児で生まれてね、あの親が大変な思いしたっていうのがあるからこそね、うん、あのそういう苦労をねしなくて済むならしない方がいいでしょう、親もね、うん、まあ最近コウノトリでもやってたけどね、28週でそのドラマね、見てるんですね、うん、俺もなんかみんながいいから見たけどねじゃあ俺はどっちって言ったら篠宮ってあのちょっと冷たそうな先生だけどみんな笑ってたけどね、いいじゃないですか、うんコウノトリ先生って言ってほしかったけどとか言ってね、まあそれはないかなまあそういうね、まあ早産で生まれるね、無理やり早産で産ませる必要性もないしね、うん、その子たちがやっぱり臨月あるいは予定日っていうのがあるから、うん、予定日に近ければ近いほどやっぱりいい状態で生まれるんじゃないですかね。それに向けて努力するのが産婦人科だしね、うん、と思いますけどもね。そうですね、はい、うん、なんかいろいろね、この心的にもいろいろなんか満たされてっていうか幸せな気持ちで過ごしたいでしょうから、どっちも、うんうん、なんか自分でねいいところ探してくださいよ、うん、ということで、そうですね、うん、はい、またメッセージくださいね。はたこさんありがとうございました。はい、ということで、コウノドリ先生ありがとうございました。篠宮ですはい、インタビューお聞きいただきました。教えて北条先生のコーナーをお送りしております。今回の話題は、はたこさんからの質問で、妊婦健診は頻繁に行かないといけませんかという質問に答えていただいてました。はい、あ、知らなかったです。日本は、4週に1回というこの長い妊婦生活の間で、と月10日と言いますけど、その間にを考えると、は、何回行かないといけないのかなって私も思ったことあるんですけど、そっか、別にその他の国はそんなに手厚くなくて、2回か。これ確かにそんなに少ないとなると不安ですよね。今大丈夫、自分たち大丈夫って思いますよね。そっか、しかも補助金があって、この診察が全部ね、後から返ってきますからね、診察料クーポンになってるっていうことなので、そっか、逆に恵まれてるんですね、日本はね、手厚いっていうことで、なので、それを思うと少々待ち時間が長かったり、ちょっとこの診察意味あったのかなみたいに思う時があったとしても、まあ何もなかったんだから、それで、あ、よかったなっていうふうに思う方がね、そうですよね、その方が正しい感じがしますね。ルドルフさん、検診の大切さ、いつになく熱く力説されてますねって。そうですね、今日力がこもってましたね。で、アメリカは2回は少ないですね、きっと医療費が高いからかもですね、出産もその日に帰りますしね。あ、そうですよね、日本はね、産んでから4日ぐらいいますかね、病院にね。アメリカではすぐ帰らされるっていうね、話聞いたことありますけど、そうか。で、その流れ作業に対しては、そうじゃない病院もあるので、自分でいろんな病院あるから、転院して、そのちょっと納得がいかないんだったらぜひ転院してくださいよということもありました。で、アイレディースクリニックの場合はもう手厚い方で、早産がもう年に1人いるかいないかぐらいですよっていうね。素晴らしいですね。でも赤ちゃんは小さい状態で生まれるより、ちゃんと臨月に生まれた方がなるべくいいということなので、その辺すごく気をつけているという話がありましたね。未熟児とか脳性麻痺とかね、後から大変なことになるよりは、検診でちゃんと頻繁に見ていく方が絶対いいですよっていうお話でしたね。あと、悩みをこうのね、今どうですかっていう悩みを聞く時間とかもね、ある程度設けていると。そして、このちゃんと検診してお産まで一人の先生が見てますよっていうね、それはいいですよね。だから、そういうのがいいという方は、ぜひアイレディースクリニックもね、選んでみてはいかがでしょうかね。はい、あ、メッセージ来てましたね。ゆきさん、おはようございます。北条先生にお伺いしたいことがあります。たくさんの赤ちゃんを取り上げてきた先生、お母さんたちに赤ちゃんの名前をつけてくださいと言われたことってありますか？実際につけてあげた名前ってありますか？
マニスさんからですね。じゃあこれ北条先生の方にお送りしておきます。メッセージありがとうございました。それでは今週もお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、アイレディースクリニックの赤ちゃんいらっしゃい、お送りしました。